KO という形が2019年11月以来なんですけども、この この久しぶりの感触はいかがでしたか。いや俺あら簡単に倒れるねえ思って人って、いやいやこの間のインタビューでも言ったんですけど、あれはわざと今まで倒してこなかったの。俺が倒してもったらもう欠点がないですやん。かっこええモテる強い倒してまう、これはもうアンチが騒ぐことなくなってまうから。でももう俺モテてしゃあない、卒業したんで今日で。だからもうちょっと倒してもいいかなと思って倒しましたけど、まあやばいな、またモテてまうなこれ。はい、それが悩みですね。はい、じゃあ、今後は KO エンペラー復活ってことで。あ、まずね、KO エンペラー全然ちゃうのに KO エンペラーってつけたやつアホでしょほんま。いやまあでもKO したいですね、気持ちいいなと思いましたし、今日は当然ですよあんなもん。せやけどまあね、まあまあ良かったんじゃないですか、盛り上がったから。はい。